おすすめ官能説紹介。今日は檀鬼六先生の人生の黄昏に我名器を思うです。これは檀鬼六先生が自分の実体験をもとに名器とは何なんだとか、名器を持つ女性は幸せなのかなど、女性という存在を名器から読み解いた作品です。官能小説初心者でも読みやすいですし、女の人にもぜひ読んでいただきたい作品です。